ポポポポポポン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 ,ポンポグニャンまあ、それにしてもね、やっぱその自民党総裁選、えー、衆院選のね、まあ衆院選というか、衆議院の任期満了がまあ近づいてきて、ですねやっぱそのまあドタバタしているというか、まあ、激動していると言っていいのが、ですねやっぱその、昨日はね、あの菅首相はですね、解散しないで任期満了選挙の、あの えなんていうですか、閣議決定するんじゃないか、みたいなことをね、まあ言ってたというか、そういう報道がされたんですけども、まあ昨日の晩ぐらいですかね、毎日新聞がスクープとしてですね、え菅首相は9月中旬に解散の意向と、え党役員人事内閣改造後総裁選を先送りにするとえいう、まあスクープを出して、まあそれをまあ ほあの,バとあの他も報道、NHK もそれは追随というか、ですね、まあ、そういうことを、えー、自民党の複数の、えー、幹部が言っているということを、まあ、書いているということで、まあこうあの、なんていうんですかね、やっぱりガラッと、えー、ガラッとというか、えー、衆院選の日、 あの、日にちっていうのは、ま、10月、えぇ、17日投開票と10月5日、えぇ、工事なんですかどっちか忘れましたけども、えぇ、11月5日、 からですね、10月17日に、まあ、投開票っていう、えー、そういう日程っていうのは変わらないみたいな、それが軸っていうのは変わらないみたいなんですけども、ただ、えー、菅首相がですね、まあ、総裁選を先送りして、えー、9月中旬、えー、9月13日から17日ぐらいの間ですかね、まあ、その週に、えー、解散というっていうことが、ま、隠しで書かれてるっていうことで、 ま、これは、あの、まあ、明らかに、あの、まあ、自分の手で解散したい、えー、そして、まあ、その二階さんをですね、変えるとかっていうふうに、まあ、党三役っていうんですかね、えー、その役員をですね、人事を変えるっていうことも、えー、その新しい総裁にやらすというか、やるわけじゃなく、先にやってしまうっていうね。だこの辺でなんか菅さんの本当にこう、 あの権力欲というかです、ね、まだ総理をやりたいというのが、なんかあの急にわっと出てきたなという感じしますね。 ああのまあ、そのね伏線じゃないですけども、まあ、緊急事態宣言のねこの間の延長の会見でも、ですねなんか本当に棒読みというか、えー、原稿を読んでるというか、ですね、まあ、記者の質問にもですね正面から全然答えないという,、ねえー、というのがあったんですけども、もただ、自民党総裁選に出るのか出ないのかみたいな質問のときには、ですね菅首相というのはにやっと笑って、ですねいや、それは当然出ますよみたいなね。 そこだけははっきりしてたっていうのが、僕は妙に記憶に残ってるんですけども、だからその時ぐらいからですね、まあ、続投したいっていう強い思いが、菅首相にあったのかなっていうふうに、まあ、思うんですよね。まあ、だから二階さんを変えてでもですね、えー、その役員人事を刷新したという、まあ、イメージをつけて、えー あの解散、総選挙に臨みたいっていうのがあるのかなっていうかね、あの続投したいのかなっていうのはすごく思うと、でまあ、二階さんもね、まあ岸田さんに、岸田さんが党役員の任期というのはあの、1期1年ですか、最長でも3年までということで、まあ、それに対して不快感を示したという報道もあったんですけどね、二階さんがね。 えでも、菅さんがですね、二階さん、代わってくれって言ったら、いや、どうぞどうぞと、えー、あの思い切りやってくださいみたいなことを二階さんが言ったっていうのがまあ報道されてると、まあ、これは何なのかというと、まあ、当然、菅さんと二階さんの仲、ね、というかです、ねえー、それはもいろんな、ね、その取引があって、えー、二階さんも退くっていうことにあのなったと思うんですよね。だから、まあ 実験は二階さんが握ったままですね、幹事長っていうか、選挙を仕切る実験っていうのは二階さんが握ったまま、誰か新しい人にやらせると二階さんの息のかかった人っていうかね、っていうことになるんじゃないのかなっていうふうになんか思いましたけども、まあでも、 このところ自民党内からもそうなんですけども、やっぱり二階,階さんにはこれ菅さんじゃ戦えないから自民党総裁選で新しい人に変えたいっていうね声が強かったはずなんですけども、ね、だからも党員票も入れての、議員票と党員票も入れてのフルスペックでの自民党総裁選というのがですね、えー、待ち、えー、望まれていたんですけども、でそうなったんですけども、 それをですね、まあ、無視するかのように、菅さんが先に解散をやってですね、自民党総裁選を先送りするっていうのもね、これすごいなって僕は思いますね。なんなんかなっていうね、本当なんか党員とか議員の意見っていうのを、まあ、一切聞かないつもりなのかっていう、まあ、感じがして、僕は、あの、これに対しても、 議論っていうか、ですね、まあ、どんどん出てくるかなと、まあ、岸で対抗馬として、ねまあ、出はる岸田さんも、ですねいや、そんなんでいいのかっていうことも、まあ、言,言われるでしょうしねで、幹事長人事にしても岸田文雄さんは、ですね、まあ、幹事長の話が来ても、私はやりませんと、えーまあ、あのやっぱり総,総裁選に出て、ですね、まあ、総理総裁を狙うということを、まあ昨日もテレビで言い張ったみたいで。 まあだからの幹事長の人事っていうのもですね、誰がどういうふうになるのかっていうのがね、まあ、そこも注目なんですけども、まあ、下村さんとかですね、甘利明さんがなるんじゃないかというふうに、昨ののあえらというかね、今西紀之さんの記事に、えー、書かれてたんですけども、まあ甘ま利さんにしても、下村さんにしてもね、選挙、あのなんていうんですか、選挙にたけてるっていうイメージが全然ないんで、 大丈夫なんかなっていう感じはしません。自民党サイドっていうか、自民党のサイドから見たらね。うん。いや、だから本当なんか、菅さんじゃ戦えないっていう話だったと思うんですけども、それはなんか、いつの間にか二階さんを変えればですね、なんとかなるんだみたいな風な、えー、いう。 というふうに持っていこうとしているっていうのが、まあ、菅さんというか、菅さん陣営の、えー、考えなんかもしれませんけども、まあ、その考えっていうのは自民党からですらですね、僕はかなり、えー、ずれた考えなんちゃうかなと。だから、二階さんを変える云々よりも、菅さんを変えた方がいいに決まってるだろうっていうのを、 あのそれそういう声も無視して、ですね俺が解散して、俺の元で選挙するんだみたいなね、総裁選はそのあとだみたいなことを言ってるっていうのが、ですねいや僕はなんかもう、あなんなのかなっていうね、菅さんもなんかやっぱり、なんか変なところでね、あの日本学術会議の問題でもそうですけども、まあ、変なところでこう維持張るというかですね、まあ、それが、 あのうまくいくのか、ですねうまくいかないのかっていうと、まあ、うまくいかへんような気がするますね、横浜市長選でもねあの、小野木さんを一生懸命応援されてたみたいですけども、まあ、結局はですね山中竹原さんに大差をつけられて、えー、小野木さん負けて、小野木さんが政界引退するっていうね、もう出ませんっていうふうに、まあ、言ったっていうね、まあ、そこから言うと、やっぱ菅さん の、こう、力の入れ方っていうのが、もう逆方向に行きそうな、まあ、気は、えー、するんですけども、まあ、それは、まあ、言ったらね、野党にとっては大きなチャンスなわけですね。菅さんのもとで、えー、解散し、ですね、菅さんのもとで解散総選挙、えー、衆院選が行われるっていうのは、これ野党にとっては本当にチャンスだなっていうふうには思いますね。まあ、願ってもない、 ことななんちゃううかなっていうねこれが河野太郎さんとかね、えー、人気のある人が、えー、総理になって、ですねそっちので解散された方が、よっぽど野党にとってはですね難しい選挙になったんじゃないのかなと思うんですけども、変なところで菅さんがねこういういろんな知恵というか、ですねなんかようわからんような、えー、意向をね、9月中旬に解散すると。 で総裁選は、えー、その後と先送りするということでね、まあ、それは良かったんちゃうかなと思います、ね、野党にとってはね。だから、まあ、あとは野党が本当にこう無党派層にもっとアピールできるかっていうところが、まあ、問われてると思いますし、まあ、菅さんはねもうなんか、もう何考えてるか、ようわからへんなっていうのは、まあ、変わらへんと思いますしね、まあ本当、こう野党、 の頑張り時というかですねだから、9月中旬に解散ですからもう、もう今から本当一生懸命活動し,したらいいのになと、野党もね、その辺が僕は全然足らないような気するんですけどもね、うんなんか、本当、いつもと同じようなあの衆院選とか、ね、なんか国政選挙の流れで、あの野党もですね、なんかこう、 ほんまにもっともっともっと頑張らなあかんのに、なんかいつもと同じかなっていう感じが、僕はそこが不安要素かなと、うんやっぱそういうのも有権者は見てると思うんでね。うん、チャンネル登録よろしくね。